はいみなさんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は、家屋探索、プレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、日本家屋を舞台にした一人称視点の謎解きホラーアドベンチャーゲームです。どこか不気味で懐かしい、そんな家をあなたは探索します。大切な友達を見つけるために、ということで、友達が、なんか、家屋でいなくなっちゃったってことですかね。友達じゃないやつならここにいるけどね、絶対。早速、プレイしていきたいと思います。 めからあ書いてある友達が行方不明になった昨日から家に帰っていないようだ下校中僕と一緒に帰って別れた後それっきりらしい警察も捜査してくれているがいまだに発見されていないようだでも心当たりがあるそれは昨日下校中の会話のことねえヤマトうんどうしたのなでしい子昔よくいてた駄菓子屋さんの隣に立ってる 日本家屋のこと知ってるいや知らないけどその日本家屋がどうかしたの今からその家に行くんだなんでそうなんだあれでも駄菓子屋の隣って空き地じゃなかったっけ新しく建てられたのそこに行かなきゃいけなくて山登も一緒に来る行かなきゃいけないどういうこと呼ばれてるからそこに行かなきゃいけないの今んか言ってるわ呼ばれてるって誰にてて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 か今日様子おかしいけど大丈夫体調でも悪いの とにかく、寄り道しないで、早く帰った方がいいよ。マジレス。最近子供が行方不明になってるから、まっすぐ帰りなさいって先生言ってたでしょう。じゃ、じゃあまた明日ね。うん。いやー、もっと深く聞いとけ。親御さんに連絡しましたかとか。うん。てて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 、うわ様子がおかしいなら分かってたのに、完全にやらかした。いやあの時、無理にでも家に帰すべきだった。いや、そうだよね。まあ、そう思うよね。その時は。 僕は先生や警察に昨日の下校中のことを聞かれた時、なでしこがその日本家屋に行ったであろうことを話した。でも警察からそんなところに家なんてなかったと言われた。ええー、確かにあの場所はずっと空き地だった。でも、なでしこがわざわざそんな嘘をつくとは思えない。後悔していることもあり、その場所が本当にただの空き地か、僕は自分の目で確かめることにした。なるほどね。本当に家が建ってる。あるやんしかも綺麗だな。 昨日、なでししここが言っってたたとは正しかったんだでもそうなると警察が嘘をついたことになるなんでそんな嘘をついたんだろうとりあえず家の人になでしこのことを聞いてみるかへえー、えー、あきれいだけどなんか土壁的な作りは古いなごめんください うーん鍵はかかってなかったけど、誰もいないのかなあやられたえー、はい、まずい、まずい、開かない。あ、まずい、あ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 、そうそうそう,そう、か、かったーい開かない、閉じ込められた。ドアが勝手に閉まるなんて。それになんだこのドア内側なのに鍵が必要なのか聞いたことないぞ、確かに。この家、明らかに普通じゃない。 とりあえずここから出る方法を探さないとなるほどうわいか,かってる固定電話うわまだちょっといや音やだ真っ暗でこのまま進むのは危ない明かりを探すか o 暗おっおお一生電気つくな うーあーお風呂ねなに何何な何,、えー、何これえなんだこれすごい光ってるけど何えー、固まりましたなん <laughs> でいったん風呂調べるのやめるかあライトライトあったあったあった,あったえっ、ー 何かで落とせないかな何、えー、かで落とせるかな何かバッテンある。関係ないかこっちはどうだ暗いなああパッチンね。はいはい。何かないかなあメモ。どうやらこの家は鍵を見つけて次の部屋に行けるみたいだ。明らかに普通の家じゃないな。 あと、ところどころに床がきしむ場所があるな。確かに。しゃがんで進めば音は鳴らないけど意味はないか。落ちてるメモを見るに、この家に俺以外の子供がいたみたいだ。俺も次にきた人のためにメモを残しておこう。優しい子供だな。ガチガチに縛られていて開かない。下は開いた謎のメモ。もう一個取ったなんだこれ。数字が書かれただけの紙。 5387671249のぞだな開くけどああ一応隠れられるか奥も行けるかなええー、鍵かかってる暗ええー、ということはええまたあの玉玉ちょっとやだな雨も一。1 あ、ここはどこなんでこんなところにいるんだ気づいたら玄関にいるんだけど。ああ、なるほど。そういう面も、ね。傘は傘。あ、傘を使えば天才だ、俺は。俺は天才なんだ。え、なになにちょっと待って。えあ、絵か。えなんでまあいいや、とりあえず。 なんかこう音を立てないようにこのバッテン印のところをしゃがみでいけばなんか襲ってくるやつとかいいのかなはい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 きた取れたよし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 きたきたきたまあ今音なってもいいかはいうわおなんだ音音をやめてえ何何え音えぐい迷ひがんだこれ迷ひが何 茶色のコードを着た旅人は森でみじり迷ってしまった途中で3本の分かれ道に出くわした最初に真ん中の道を進んだ行き止まりだった次に右の道を進んだまた行き止まりだった最後に左の道を進んだ無事目的地にたどり着くことができたその後も旅人はたくさんの道を間違えたしかし進み続けることで必ず目的地へとたどり着いたいい話じゃん諦めない気持ちが大事みたいなうわこれとなんか関係ありそうだな数字 他になんか調べられる場所どこかで見たことある絵いや、あるかなないけどな。うわ、お酒。なんか関係あんのかな他になんか調べられる場所あるかな日傘を差してる綺麗な女性の絵。あここになんか、絵を飾れるスペースみたいなのもあるけど。 チャンコかけてこれ取れないんだなんか入ったらうるせえな3桁の暗証番号を入力すれば開くと書いてあるうわー3桁全部で10個の数字かなんかこの酒の感じとかもこの緑と茶色のお酒なんか怪しいよなやっぱ一旦風呂場か 風呂場行けるかないやバグるなよ。次は。はい。なにこれすごい光ってるけど。ああ、大丈夫だった。怖いし、触らないでおこう。えー、触らないでおこうだ。意味なしと。レモンの絵。んー、なんか今関係あんのかな時計が指してる時間、微妙に違うな。まあ、ぴったり。8、8時 10時何絵の上に全部あるねこれももともとここに絵があったっぽいしなもともと何の絵がここにかかってたのかって話なんだよなあ古いメモあったあ酒の色旅人の進む順番数字のメモ頑張ってうえ何 酒の色、それでわかるのあ、確かに。これよく見たら真ん中隠されてるけど、あるな。全部で10個連動してる。旅人の進む順番。真ん中、右、左ね。はい、はいはいはい。なんか行けそうな気がしてきたぞ。で、これ、要するに、茶色の酒の場所と連動してんじゃないか。真ん中、右、左で。8、9個。 あ、いた、おい。ちょっと不正解とも取れるような音。台所の鍵足音ドアの向こうに誰かいる。え、まずどうしよどうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。どっちのドアっていうか。どっちのドア どっちのドアおっじゃないか開けるしかないのかいやーなんだ、いねえじゃねえか。ビビらせやがって。いやーとか言っちゃったよ。台所。うわー、もう電話いい、もう。なんでマジ懐中電灯電池せてうるさい、うるさい、うるさい。なんだよ。てんてんてん。 魂の顔を詰めてはっきり喋れそうすればアペットたせるてててて頼むあっあっ <laughs> あっあっ切れたもういいやっきり言ってくれよやべえ懐中電灯の電池も切れちゃったしまずいよまあ、とりあえずこっちかじゃあオッケーやばい懐中電灯の電池切れたのやばすぎる切ないそんなことないうわ 絶対に、しばく。絶対にしばいてやる。今の人形、顔を覚えた。絶対にしばく。俺は、あいつを絶対に許さない。ことにした。うわ、お腹減ってきた。うわー、煮魚みたいなの食べたい。うわ茶色い食べ物もある。美味しそう。なんだこれ。椅子避けて、開けられるのね。開けられるのねあ,あ、ここ繋がってんだ。なるほど。うわ、ぎしぎし。ポイント。うわちょっと怖いから。ま、大丈夫か。 うわあえ、あそこにかかってたのが、葡萄ってことじゃないうわなんか後に使えそうだな。冷蔵庫開かない。これ開くこれ。開かねえな。これうるさ。ちょ、開く。やーべー、来れ。やーべー。あ、ちょ、まずい、来れ。えい。やべ、電気がねえから。やだ。 何もわからん。何もわからん。あえぇ、ー、オレンジもあるわ。なんか、フルーツ系の絵なんか多くないじゃこれつければいいのか。鉛筆こんなでっかいところに鉛筆だけあなんかあメモ。はい。やばいやばいやばい。なんだあの化け物おい、化け物出るんかい、やっぱり。まさかあんなのがいるなんて。 目が真っ黒だった。背がとんでもなくでかかった。誰か助けて早くここから出して。うわあもう、でもまだ見てねえな、俺は。いるのか。まあ、いるんだろう。うなんかあるわ。お魚天国。なんだこれ。あ、なんか開けれるわ、ここ。うわーこの、この、感じな少しい。あ、目も3あるわ。 今、電話がかかってきた。びっくりしたけど、助けを呼ぶために出てみた。男の人が出た。でも、ノイズがひどくて会話になれなかった。魂のかけらって言ってたよね。確かに。これは何だろう。昔のゲームカセットではない。まあ、確かに、ビデオを今、わかんないよね。ビデオ。やべ、音出しちゃった。ま、あ大丈夫か。うーん。あ、ここにもテていうかあるじゃん。えー、ちょっと待って。でも、どうすればいいんだ あ、なんかこいうメモある。買い物メモです。リンゴ、レモン、ブドウ、みかんえ、この絵もしかして。あ、やっぱり。この、つけるんだ、ここに。連動してるところに。ブドウがまず2。ここだな。ブドウ。これもらって、リンゴはリンゴ5。ここだ。リンゴ。こっちにある。え、持ってこよう。 みかんみかん8ここだみかん8のえっに何にな何になになにだーな何だ今の人間でも明らかに普通ってなかった鉢合わせないように気をつけよういや鉢幸せそうな動きしてたな今 レモン10。どこいったやついないな。ここだ。で、これレモンと。するとお冷蔵庫あー、あのね。紐。バッチバチにあの、巻かれてた。タンスみたいな。ここ、ここ、ここ。ここ注意して。 はい完璧ハサミゲット、うんおっ。何が流れてんだ別にーラシた。やく苦しい。何だよ。 っていくか何何何いいのかな、ね、どっかに待ち合わせたらやべえぞどこにいるか,分からそっちから行こう無に好きねえなこれ。 こう切ったらはい、チョッキン、チョッキン、チョッキンなっとあ、あ、玄関の鍵じゃんやったこれは玄関の鍵だよしこれで、この絵から脱出することはできる。けど !My friends! 結局、なでしこがここにいる証拠は見つからなかった。どうしよう。確かに。どうしたらいいの俺は、まあ、でも一回出てみる。一旦。一旦帰っていいちょっと怖いから。ごめんけど。 はい <laughs> 帰ったらわー脇目も振らず必死で家まで走った家に着くといつも通り晩ご飯を食べお風呂に入りその後倒れるように眠った後日僕は気になって再びあの家を訪れるだがそこに家はなかった初めから何もなかったかのようにそこはただの空き地だった それからは普通の学校生活を過ごしたあの家は何だったのかもう調べる術はない数年経った今でも友達は見つかっていないアンディングスリー全ては闇の中さやさなきゃかさすがによしこっから行こうこっからじゃあどうすんのかって話ではあるよねえなんで開かなくなってんのこれ魂のかけらじゃないこれじゃないと取っていいんじゃないこれすごい光ってるけどいや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 これ魂のかけらじゃないの 絶対そうだって、取っていいってダメなのえ子供部屋から聞こえた。何の音だろうガッシャーン言うだけど。あ、なんか鍵が。えあ、痛いたいていたいいメモだ。シンプルなメモ。答えは三種の人義にあり。なになになに 何何何三種の仁義。子供がそんな、仁義とか言うかね逆に言うか。三種の仁義ってあの、まがたまとかのやつこの家にあるとは思えないんだけど。書斎に行けば何かわかるかな確かに。行ってみるか。何か聞こえる。うわ、またか。やばいやばい。またあいつだ、絶対。え<あ> <laughs> 誰か来る。もしかしてさっきのやつか。見つかったら絶対にやばい、隠れないか。おし、入れだーパパパラパラパラパ。早くない俺。 ホラーゲーム菌が鍛えられすぎて、押し入れに入るスピード10秒。いや、2秒。2> やばいやばいやばい。帰ったか。てん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 。いったかなさすがに。よかった、もういったみたいだ。ん押し入れの奥に何かある。なんだこのキーホルダー、あ、さっきの、あの、お魚天国 なでしこがつけてたやつだやっぱりここにいたんだでも一体どこにいるんだろうまさかさっきの化け物にいやそんなわけないまだ見つかっていないだけだよそうに違いないなぜしこを探さなきゃまずはこの箱を何とかしないと三種の神器か詳細に行けば何かわかるかな三種の神器これねサメだったわ何かわかるか何かないか三種の神器何かあっ 高度経済成長の記録をそんな子供に読ませんな。1950年代後半以降、戦後日本は目まぐるしい成長を遂げることになる。円安、低賃金でよく働く労働者、格安な原油など様々な要因が組み合わさり、好景気となった。これを高度経済成長と呼ぶ。東京オリンピックの影響もあり、所得の増えた国民は白黒テレビ、洗濯機、電気、冷蔵庫の三種の人気と言われる家電をここに、おい、これじゃん。 なるほどねこれが一般家庭にある3種の神器。しかし経済成長による弊害で公害問題が深刻化4大公害と呼ばれる公害は今でも裁判が行われているなるほどテレビあったな洗濯機もお風呂の近くにあって、えー、電気冷蔵庫はッチンにあったよねなるほどそれをとりあえずまず冷蔵庫から行ってみるか 冷蔵庫置いてある。なぜか開かない。ん冷蔵庫の横に何か書いてある。小さな蛇の絵が描かれている。小さな蛇の絵ヘビね。そして、TV ははい。昔のテレビが置いてある。点点点。テレビの後ろに何か書いてある。小さなうさぎの絵あらやだ奥さん。今度は小さなうさぎですって。次はこっちか。ここも気をつけポイント。そして最後、ゴード。はい。洗濯機があって。 犬。ヘビ、ウサギ、犬。全然。なんかあるって絶対これじゃん。えあうウサギもあるね。ヘビ、ウサギ、犬。ありますね。何を表しているのだろうか。うーん。うわぁ最悪もう。ちょうどこのしゃがんだ体勢と同じ高さで出てくんないや。やってくれますねと。まあ一旦ちょっと見てみるかもう。う ちょっと改めてこれ。ファスト、スロー。ってことうん。えなんでえなんか、なんか、あ、なんか紙あるわ。古いメモ。3。動物のかけっこ。一番はネズミ。ネズミが一番早い。ああ、そういうこと え、でも、4つ数字あったよな。1番がネズミ。1、2、3、4っていくってことかな。ネズミ入れるってことでいいのかなじゃあ、1、4、6? いや、違うよ。めっちゃ数いる。11とかになっちゃうよ。ネズミ入れないで、4、6?4、6, 6、11? ほんまか。あってたん。縁側の鍵だ。

シシソンソン。シシソンソン書いてますこ開け。いた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 。取れるか。やった。ついに玄関の鍵を見つけた。この古いメモのおかげだ。誰かが助けてくれたのかなあの化け物も目が悪いようで。音さえ出さなければ何とかやり過ごせた。とにかく無事に出られそうなので、このメモを読んでる人も諦めないでほしい。無事に出られることを願ってる。なんだこれ。金魚。1って書いてある。 よく見たら俺はなあちょっとフレンズ探さなきゃいけねいんだよ。将棋盤。この試合、勝敗がついてる。なんて悲しい決着なんだ。そんな、ちょっと将棋詳しくないんだけど、これでもう、詰めれるってことこの2つで。<laughs> 一シリーポイントないかは、かき氷。かき氷溶けてない。ことある食べたいなあれ、あれなんだっけ あるよね、あれ。うわ、いいね、これ。ちょっと待って。ここになんかあるわ。7色を正しき順番で。なんだ、正しき順番で。精霊なんとかみたいな忘れちゃったけど。2って書いてある。あ、そういうことはいはい、2。金魚が1だったよな。1、1、2だ。待って、これもじゃあ、書いてあるじゃん、順番。よく見たら ?3 って書いてある。はいはいはい。 1,2,3だ。あと何ひまわり傘、えー、カトリとり線香、富士山。傘あるな。7。一番最後だ、かとり線香。7。傘、遠目からなんとか見える。5って書いてあるな。これもいけんじゃないじゃん。傘5でしょえーっと。 あ、来たか。よし。まあ、もう二択だからね、ここまで行ったら。OK。てれててれててんして。トイレ。はいはい。うわぁ、そこの左のエッグ。やだなぁ、ここ。ここだってオープニングでここに立ってたじゃん、あの、やばいやつ。はい。ええぇ、あ、え なでしこじゃない ?Hey!Hey, hey, my friends! な、お腹痛いんかどうしたお前、ど、はい、どうしたなでしこへ e 来ないでいやいやいつ見よう。ヤマートよ、ヤマート。落ち着いて僕だよ、ヤマトだよえヤマトそうなんだよ。お前、すごい、ガンギマりじゃない顔、大丈夫ちょっと瞬きしてくれ。ヤマト、どうしてここに行方をくらます前、この家のことを話したでしょもしかしてと思って来てみたんだ。そしたら予想通り、見つかってよかったよ。 そうか、私そんなこと言ってたんだ。心配かけてごめんね。それよりも、なぜしここそなんでこんな危ないところにいるの誰がね、呼ばれたって言ってたけど、そのことなんだけど、実は何も覚えてないの。うわぁ、そうなんえ、どういうこと私がこの家に来た日の記憶が全くないの。学校に行ったかどうかも覚えてなくて。確かに、あの、メモにあった子供も、なんかなんでこんなところにいるんだ、俺は、みたいな言ってたもんな。気づいたらこの家に行って閉じ込められてたの。確かに、昨日のなぜしこの様子は明らかにおかしかったな。まるで別人みたいで怖かったし。 それから、なんとかここを出る方法を探したんだけど、あの化け物に見つかって。そういうことが。とにかく無事でよかったよ。玄関の鍵も見つけたし、さっさとこの家から出よう。え、よく見つけられたね。もうイージーよ。任せろって。運よく見つかってよかったよ。そういうわけだから、さっさとここから脱出しちゃおう。うん、助けに来てくれて本当にありがとうね。仮だぞ、お前。ただ、このまま、スッと帰れるのかって話。そのやべえやつが。 いつかましてきてもおかしくねえよな。うわ <laughs> おい、どうすんだ、これ。ええー。ほら、もう。待って、トイレまでガンダッシュって感じかな。ここ、どう。開かないか。はい。はい、はい、足早くなってる、足早くなってる。うわ、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。はい、あ、あ、だめだ、あ、だ,あだめだ。 まずい消息不明あいや違う。こあ隠れるとかじゃなくてこぐるって回ってあいつを避けるように行くって感じだと見たからこう行っていったんこうはい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 こっちから行っちゃいますよとはいバカオツでありますはいこのまま帰っちゃいますさよならよし 僕たちはとにかく無我夢中で走った。少しでもあの家から離れるために。どれくらいの時間が経っただろうか。気がつくと家の近くまで来ていた。とりあえずなでしこの両親に無事を知らせるため、この場で解散することにした。 翌日、なでしこはちゃんと学校に来ていた。どうやらあの後、両親に怒られたらしく、だいぶ気分が落ち込んでいるみたいだ。それからも、この町では、子供の行方不明者が出た。大人たちは連続誘拐事件と考え、しばらくこの町は緊張状態に陥っていた。僕となでしこは、この事件に心当たりがあるので、先生や警察に、あの家と怪物のことを話した。その後、警察と一緒に、あの日本家屋に訪れたが、ありえない。そこはただの空き地に戻っていた。 警察からは大人をカラカだと怒られたので、僕たちはもうこの話をすることはなかった。あれから数年、今別の場所で暮らしている。大学進学を機に、この町から離れたからだ。未だにあの化け物のことがトラウマで、極力規制しないようにしている。なだしことはすっかり疎遠になってしまったが、彼女もあまり帰省していないようだ。母から聞いたが、最近またあの街で行方不明の子供が多発しているらしい。 すぐにあの化け物が目に浮かんだ。けれども、大人になった今の僕には何もできない。無事に子供たちがあの家から出られることを祈るばかりだ。なるほどね。やっぱね、あそこ、キッチンに逃げて。なるほど。ヒント来ました。キッチンに逃げればなんとかなるっぽいな。行ってみるか。はい。からね。はい。 あ、そっちからちゃんと来るんだ。頭いいじゃねえか。お前バカ野郎。まあいいだろう。だ、関係ない。一気にキッチンまで逃げて取りゃーするとどこだ、これ。なんとか巻いたけど、まさか最後の最後で見つかるなんて。どうにかしてここから出ないと。あえそういえばさっき話そびれちゃったんだけど、探索中にこんなメモを拾ったの。 魂のかけらを5つ集めて出たよ。風呂のやつじゃん、絶対。魂のかけらを5つ集めて何のことだろう。私も最初は意味が分からなかったんだけど、これを見て。あー、眩しい。もう1個持ってんのこれが魂のかけら見覚えがあるな。怖くて触らなかったんだけど、魂だったんだ。なんとか2つは見つけたんだけど、よくやった。あと3つ集めると何か起きるのかな。魂のかけら。どこかで聞いたことあるよな。電話でね。オッケー。魂のか、お、あへへへ。<laughs> そうっす、あへへへへへへへ。 あの時の電話だもしかしたら、これを5つ集めれば、あの化け物を倒せるかも。倒せるってあんな化け物うん。試す価値あると思う。たとえ、この家から出られたとしても、あの化け物が追いかけてこないとは限らないし、あいつを倒せるなら倒したいわ。山というかそれなら私も探すよ。なでしこはここに隠れてて、1日以上この家にいて相当疲れてるでしょ。捕まったら助けられないし、それに2つも見つけてくれたなら十分だよ。確かに。あと俺がキャリーしてやるから。任せんかいただ、風呂場にあるやつ以外は知らん。 うわ、そうだろう電気を消された。うえ、これじゃないもう見えない。懐中電灯。あ、マジ天才。助かるよ。もし見つかったらお尻に隠れて。私はそれで負けたから。あと、あいつは音に敏感だから気をつけて。分かった。走ったりして、なるべく音を出さないように。なるほど。走らない方がいい。OK。任せろり。まずは。

バケモノめ気持ち悪いあんなのを子供に見せんなあんなバケモノを目のから追い出せあーなんかそういうそういうやつ今のは誰かの記憶そういう悲しい過去ある系ねやっぱり近づいてきてるかもしれない。まずい。あ、でも目悪いって言ってたもんね。 あとどこにあるんだろうな、しかし。あったわ。兄、個目あの男が化け物と話しているところを見たぞ。あいつもあの化け物の仲間に違いない。容赦するな。もらった人形はするで燃やじ。うわぁ、なんかひどいこと言ってる。となると、あとは縁側の方か。それか、書斎か。 ついてんなこのまま突きっていくかしゃがみで絶対こっちにあるでしょあったほらここのぎっしりポイントはスルーして ひしてをの光う奪う絶対に許さないお前たちからも奪ってやる希望お前たちの光を言うてるおなにど,どうなのううええうううういや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 いあいやいやいえああれあったけやてえ何 えっ何えっ、ー、えっ何、えー、自分でなんでそんなことそれに最後の言葉どういうことだなんか言ってた俺聞こえなかったんだけどとにかくこれで終わったのかななでしこのところへ戻ろう,うわ絶対終わってなさそう真実の鍵 なんでよえはいえー、ちょっ待ってよ何何何何待って待って真実の鍵まず一旦真実の鍵ここあそうだわうわどうしたの人形だお人形古いメモコありがとうなんでいいんだよ なななんんだこんな全然家に,に使わない謎のこれなんだこれ私は生まれながらに目が真っ黒だった村人たちは私を化け物と罵りたくさんの石を投げつけた物心ついた時にはすでに両親はいなかった亡くなったのか逃げ出したのかそれすらわからない何年も傷つけられるうちにふと疑問に思った 化け物というならなぜ物心つく前に殺さなかったのか逃げ出す私をわざわざ捕まえるのかあいつらの顔を見て私は気がついた村人全員が団結していることに、うん、そうだよね逃げてるのわざわざ追う必要なんかないじゃんね私を共通の敵にすることで村の平穏を保つそのために私は生かされ育てられたのだと悔しくて涙が止まれなかった それでも死ぬことはできなかった。いざ死のうとすると怖くなる。炎が生きたいと訴えかけてくる。そんな自分自身にも嫌気がさした。新緑芽吹く頃、天気が訪れる。見張りがいない時、私に話しかけてくる男がいた。姿を見たところ、私と同じぐらいの年齢だ。彼は疑問を問いかけてきた。なぜこんなところに閉じ込められているのかと。私は理由を語った。この目を見せ、化け物であるということも。ちょっと黒目が大きいくらいじゃんね。 だが、彼は特に驚かなかった。それどころか私を人間と言う。見張りが来たようで、また来ると言い残し、彼は去っていった。気がついたら私は泣いていた。でもそれは、この前の涙とは違っていた。約束通り、彼はまたやってきた。一人は寂しいからと日本人形をくれた。趣味で人形を作っているらしい。私はそれがすごく嬉しく、宝物になった。彼曰く、この子はいたずら好きらしいが。それから彼は見張りの目を盗み、何度も会いに来てくれた。 私はその時間が楽しく、笑顔で言葉を返す。彼は私にとって生きる希望だった。彼は散る頃、天気が訪れる。ある日を境に彼は突然来なくなった。何かあったのかと不安が募る。私の前に村人がやってきた。彼らは私の前に死体を投げつけた。彼だった。お前の仲間だったから殺したとか。もう最悪やもん。クソ、クソクソクソ。それはもうこんなんなってまうって。その後のことはよく覚えていない。 気がつくと村人は全員いなくなっていた。私は本物の化け物になっていた。それ以降、体が言うことを聞かない。私はなぜか子供を襲い続けるようになった。100年経った今でも、彼の魂もこの空間に閉じ込めてしまった。きっと私のことを恨んでいるに違いない。ごめんなさい、本当にごめんなさい、誰か。助けてほしかったんだ、ずっと。おいてんてんてん。そういうことだったんだ。 だから最後にあんな言葉を。なんて言うなんか言ってた俺ちょっと聞こえなかったね戻ろう。そうだったのか。これが彼のできた人形ってことね。あれ、えー、なんかなんか今。すいーって。えどこ行ったあおおえ、えどうした 謎の魂の集合体んいや、君か。ああ、驚かせてごめんね。僕はさっき君に電話したものだよ。ああ。これがあの男の人なのかな会いに来てくれてた。彼女を救ってくれたんだね。ありがとう。おかげで僕はジョブすることができるよ。全て然ん,てん,てん僕はどうすればよかったのか、ずっと悩んでいた。思い切って一緒に逃げるべきだったのか。でも勇気がなかった。15の僕があの村を出たところで生き残れるとは思えなかった。 結局のところ怖かったんだ。でも、君は恐怖しながらも彼女に立ち向かった。その結果、僕は救われたし、今後子供が襲われることもない。君のおかげで答えが出た気がするよ。怖くても行動すべきだったんだ。そうすれば彼女を救うことができたかもしれない。いや、むずいってそんな。改めて僕たちを解放してくれて、本当にありがとう。それじゃあ、そろそろ行くね。結局、渡せなかったな。なんか。 なでしこ呼びに行こう。ん何か落ちてる。なんだこれ。木の指輪。悲しすぎるって。さすがにもう出てもいいのかなあ、いけるっぽい。なでしこ終わったよ。ここから出よう。なんだ家が崩れて。え都会あ、そっか。でも確かに幻の家だったんだもんな。うわあああああ。気がつくと僕たちはただの空き地に立ち尽くしていた。 家は跡形もなく姿を消していた。初めから存在しなかったかのように。太陽が完全に沈む前に、僕たちは家に帰ることにした。それ以来、この町で子供が行方不明になったという噂は聞かなくなった。やっぱり、行方不明の原因は彼女のせいだったのだろうか。あれから数年の月日が流れた。大学生になった僕たちは今、とある場所に来ている。灯籠流し書いてあったもんな、なんか。よし、これでいいのかな。 うん、うまくできてると思うよ。しかしよく灯籠流しなんて思いついたね。確かにこれなら渡せるかも。あ、指輪ねヤマトがそれをどうしても渡したいって言うからあれから頑張って調べたんだよ。なるほど。これはこう、亡くなってしまった人に対してなんか贈り物を送りたい時にするやつなのかね。そんな頑張ってくれたんだ。ありがとう。どうしても渡したいんだ、これを。確かに彼女はたくさんの罪のない子供たちを殺した。だから許されることではないけど、 あの真実を知ってしまったから、どうしても報われてほしいんだ。そりゃそうよ。私も同じ気持ち、あんな話を聞かされたらね。じゃあ早速流すね。うん。流そう。すごく綺麗だね。うん。二人には謝らなきゃ。渡、まあ、すのが随分遅れてしまってごめん。二人きりでの遠出なんて、大学生になってからじゃないとできなかったから。どうかお願いです、神様。どうかこの指輪を彼女たちのもとに届けてください。そうよ。 届くかなこの指輪。うん、届くよ、きっと。届いてくれよ、それは。結局、あの指輪は彼女たちに届いたのかは分からない。けど、きっと届いている。僕たちはそう信じている。ずっとずっとあの二人が一緒にいられるように。なるほどね。えー、くぅ最後の子だええー。渡せたってことね。 お希望はいつまでも隣にもトゥルエンド来たはい、そんなわけで家屋探索。無事トゥルエンド見ることができました。いやー、こうね、難易度とかもね、ちょうど良かったと思うし、ストーリーもね、なんかしっかりしていて、ラストはね、ちょっと切なすぎる感動的なエンドで良かったです。皆さんも友人が謎の家屋に呼ばれてる時は必ず引き止めてください。ありがとうございました。